岡崎大輔は、埼玉県札手市出身のプロ野球選手。宇藤左田。オリックスバファローズ所属。札手市立東中学校時代に行くキシにアえ、所属すると、チームメイトの高橋昇成と揃って、花咲徳坂江高等学校へ進学。一年時の秋から、二類種のレギュラーに定着した。二年夏の選手権本大会には、三番、遊撃手として、 4番打者の大滝愛イなどとのクリーンナップで出場。優勝した東海大相模高校に準々決勝で敗れたものの、吉田亮から2安打、小笠原慎之助から1安打を記録した。2年秋からは首相についた。3年春の選抜大会で前年の夏に続いて甲子園球場に登場したが、1回戦で修学館高校に敗退。 3年夏の選手権本大会では、今井達也を要して優勝した、作新学院の前に3回戦で敗れた。甲子園球場の全国大会には、2年夏から3期連続で出場するとともに、通算7試合で打率。333を記録した。1学年先輩に、大滝、1学年後輩に、清水達也や西川愛なり、2学年後輩に、野村祐希がいる。 2016年度の NPB ドラフト会議で、オリックス・バファローズから3巡目で指名。契約金5000万円、年俸600万円という条件で入団した。この会議では、クキシニア時代からのチームメイトだった高橋も広島東洋カープから2巡目で指名。花崎と草会高校の在校生から、複数の選手が指名されたことは初めてで、高橋自身も後に、 広島へ入団している。2017年には、春季キャンプ中に一軍の紅白戦に出場した。レギュラーシーズン中は、本職の遊撃に加え、二類、三類の守備にも取り組み、ウエスタンリーグ公式戦80試合に出場、打率は、156だった。シーズン終盤の10月3日に、札幌ドームの対北海道日本ハムファイターズ戦8回表に、 ダイソーで一軍公式戦にデビュー。翌4日の同カードに、9番、遊撃手として、スタメンに起用されると、7日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で一軍公式戦初アンダチームのシーズン最終戦であった9日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で、初打点を先制の敵地打で記録した。一軍公式戦には5試合に出場。シーズン終了後に、 台湾で開催されたアジアウインターベースボールリーグにも NPB ウエスタン選抜の一員として参加した。2018年にはウエスタンリーグ公式戦82試合に出場。打率231本塁打16打点を記録したが1軍公式戦への出場機会はなかった。2019年には春先は打率が3割を超えるほど好調だったものの、 ウエスタンリーグ公式戦は75試合の出場で、シーズン2さんの打率は229だった。本職の二遊間より一塁を守る機会が多かった。結局、前年に続いて一軍公式戦への出場機会はなく、10月22日に支配下選手登録の解除を通告。11月28日には育成選手として契約を公開し、 背番号を120へ変更することが発表された。2021年に軍で47試合に出場し、打率164、1本塁打、9打点を記録。8月30日に支配下登録に復帰することが発表され、背番号は93に変更された。ミート力や守備でのスローイング、1塁到達4.01秒の脚力が持ち味。 高校で首相を務めたキャプテンシーや精神力も評価されている。愛称はザキ。入団3年目のシーズン終了後に育成選手契約へ移行した際には守備級、打撃1の割合で守備面に意識を置いていたので今後は逆転の発想でバッティングを磨きたいと語っている。ありがとうございます。